皆さんこんにちは。いつも天下百軒山を遊んでいただきありがとうございます。プロデューサーの中村健太郎です。皆さんこんにちは。鉄砲切り金光役の内藤亜美です。はい、もう5月にもなってなんですけど、改めまして4周年迎えることができました。本当にありがとうございます。おめでとうございます。はい、今後ともよろしくお願いいたします。はい、でまあもう5月も半ばなんですけど、まだまだ毎日無料10連ガチャ、とあとツイッターの方で毎日イラストの方公開させてもらってるんですけど、はい、あれもまだまだ続きますので、いやもう、はい、びっくりしました。もうカウントダウンの最後の上泉ちゃんで、はい、終わりかなと思ってたら、もうしれっと次の日にも出てきて、ね、えっと思って、まだくださるの、はい、まだくださるの、くださるのって言って、はい、情報では5月の26日ぐらいまで続くっていう話をう、はい、聞いているので、本当にありがとうございます。いやいや、こちら無料で案内、素晴らしいイラストありがとうございます、はい、あとツイッターで見たんですけど、はい、これですよ。そうなんです、はい、お気づきですかねこれ見返しど真ん中にあるんですけど、はい、手作りで作らせていただきました。もう勝手に、はい、もう天下のグッズが欲しくて欲しくて、もう作ってしまえということで、はい、うさぎのぬいぐるみからちょっと作らせていただいたりとか、うんうんうん、もうこっちはフェルトで全部ケーキ作らせても、うんうん、台の部分も作らせてもらって、いや本当クオリティ高くて、あれこんなグッズないのにあるっていうので、ちょっとドキッとするっていう。嬉しい嬉しい、はい、それくらいのクオリティの高さで、あめちゃめちゃ嬉しいです、はい、頑張って作ってよかった。本当に反応もたくさんいただけて、うんうんうん、もう5万円で5万円で、あよかった、はい、新イベント三剣エピソード水辺より来たるが5月13日明日ですね、より開催になります。はい、はい、本日はそのイベントに登場する新しい三剣ちゃんを紹介していきたいと思います。はい、はい、加藤邦博ちゃんになります。はい、イラストレーターは三陰漠さん、キャラクターボイスは安西ゆかりさんになります。はい、はい、やんちゃで活発、好奇心旺盛で興味があることにはまっしぐらな三剣ちゃんだそうです。仲間を家族のような存在だと考えており、家族仲が良ければ万事うまくいくと思っています。そんな素直な性格からストレートな物言いで相手を困惑させることもあるんですが、怒られるとすぐにシュンとなるなど喜怒哀楽は激しく、特に仲間を傷つけられると感情的になり、実力以上の力で敵を追い詰める気性の荒さも併せ持つ、そんな三剣ちゃんだそうです。そうなんですね、見た目はそんなこと感じないんですけど、クマ、うんうん、ちゃんみたいですごく可愛いですよね、はい、チビキャラちゃん の, 右下ですかね、うんうん、ガオーってしてるとこがすごく可愛くって、あれはいつ登場するんだろうって思いながら、ね、あと私チビキャラちゃんは本当によく作り込まれてるなっていつも思うんですけど、はい、見えないところも見えるっていうところがすごく好きでですね、細かいんですが、はい、立ち絵の足元のブーツですかね、可愛いブーツがモコモコの部分とか見えるんですけれども、はい、後ろの部分見えないじゃないですか、立ち絵からそうですよね。そう、立ち絵からそうなんですけど、はい、チビキャラちゃんの真ん中の下かな、うん、後ろ蹴りしてるところの足元を見ていただくとですね、後ろの部分、はい、モコモコというか装飾がついていて、はいはいはい、そういったところもうわ作り込まれているし、しかも表現されているというところでめちゃめちゃ私は萌えポイントなんですけれども、はいはい、そういったところもですね、ちょっと細かく見させていただきつつ、もちろん立ち絵の方にもしっかり触れていきたいんですが、うんうんうん、これは、はい、いつものように見せていただけるんですか。はい、ではいつものように見つめるの画面になっているので、はい、自由に、ありがとうございます、はい、ではいつもながら下から触れさせていただきます、はい、いやー可愛いですね。もう足、このクマの強い、はい、力強い足ですかね。蹴られたら痛そうですね。そうで、めちゃめちゃ痛そうですけど、でもごつく見えつつも丸みがあるから、うんうんうん、すごく可愛いクマちゃんのお手手みたいに見えて、はい、いいですよね、はい、膝の部分もモクモクみたいな、うんうんうん、作りになってて、うわ足元もいいですね。あ、お手手もクマちゃんの手、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回後で来よう後で来よう、下から上に来ますけれども、あーかわいい。なんか全体を見ると、はい、すごい丸丸い印がいっぱいあって気になってちょっと調べてみたんですけど、はい、元の、ね、持ち主さんの家紋なのかしらとい う,、はいっていうはい、感じを受けておりまして、はいねはい、なのでそのお袖とかのね、可愛いお花も、はい、こっちのお花とかも奇妙なお花じゃないかなって思いつつ、思いつつね、あとね熊本にゆかりがあるからクマちゃんなのかな、まあ、そうですよね、はい、思いつつ私のこの見てくださいポイント、ここわかります、これクマちゃん、鞘の、そう
ところのマーク、さやのところのマーク、クマちゃんではないでしょうか。はい、確かに。そう、あとこっちにもあるよ、こっち、わかります、うん、こっちにもクマちゃん、クマちゃんの顔なんですかね。でもう何でもクマちゃんに見えてくるから、なんかこの赤い部分も足跡にも見えてくる、うん、刀もすごい綺麗ですよね、うん、あの装飾がこれも貴重な花なのかなっていうような、向こうが透けて見える穴が開いていて、そこに何かついてる、ついてます、いっぱいついておりますあとこの八重歯ですか、めちゃめちゃ可愛い、うん、可愛いですね。どうしたの、うちなら元気だよ。そうか、触ろうかな、うん、どうしたの、嫌な顔された、ちょっとだけ嫌な顔、嫌な顔された。でもなんかお目目うるうるで吸い込まれそうですね、うんうん、お耳もリボンも、うん、どうしたの、かわいい。あと髪の毛の色もすごい綺麗ですね。そうですね、うん、確かに。どうしたの、光の加減が本当に。あ、そしてよく見たらポニーテールの部分にも金色の、うん、あ確かに光なのか、これは模様、模様髪の色なのかわからないですけど、うんうんうん、そんなところにも、でとっても可愛い。なになに何かよ。この子がいきなりあの怒ったりとかするんですか。そうなんですよ。全然想像つかないです、はい、なのでその辺をちょっとポイントも交えながらバトルの方で見ていきたいなというふうに思います。はい、わかりました。はい、うちが守るから。はい、ではいつもの通りマキュアラの訓練場になります。はい、お願いします。はい、これが地属性の通常タイプになるので、お最後足で3攻撃さんが足で蹴るっていう、足で角の跡が痛そう。音も強烈ですね。なんです。うわ、めっちゃえぐられそうで、得意技がこんな感じの、うわ速い、はい、想像つかなかったですこの速さ。突撃なんで、エフェクト見るとなんか引っかいて切ってみたいな感じになってるんじゃないかなと思います。爪でもやられ、刀でもやられ、はい、そう、これ今特殊コードだったんですけど、これ単純に攻撃ボタンを連打すると爪で連打してくれる、かっこいいっていう感じになってます。初心者に優しい。そうなんです、私にもできるぞ。こんな感じで特有だともうつなげられることができるので、はい、すごく見せプレイがかっこいい感じでできます。しかも連打すればいいだけなので、そう、連打すればいいだけ、超簡単にできます。誰でもかっこよく攻撃できる、はい、うわって感じになってます。で、ちょっと後でやってもらいたいんですけど、はい、この扇を使うと全画面の攻撃になった後に、うんうん、あのさっき出てた家紋、蛇の目のマークがついた防御シールドが貼れて、はいはい、でそれがあの一緒にパーティーで出撃している味方にもその防御シールドが貼れるっていうところがあるので、うんうん、ちょっと後でまとめて、はい、試してみたいと思います。わかりました。はい、はい、では続いて先に山伏ちゃんの方を紹介していきたいと思います。はい、はい、イラストレーターは同じく三影バクさん、うん、キャラクターボイスは中野さいまさんになります。はい、はい、ではキャラクター紹介の方お願いします。わかりました。自身を律し、より高みを目指そうとする修行僧のような三剣ちゃんです。謙虚な性格で自身の主張は少なく、世俗にまみれることを嫌っているとか。山での生活に慣れており、いざという時には頼りになるが、平然と野草を食べることを勧めてくるなど融通は効かないそうです。修行のために様々な三剣の技術を学んでおり、総合的な能力は非常に高いそうなのですが、都会の喧騒に疲れると山に向かって夜な夜な持っているホラ貝を吹くなどの一面を持った三剣ちゃんだそうです。はい、おお、ホラガイ、ね、ホラガイあれですね、はい、めちゃめちゃかっこいい、うん、ホラガイ持ってますね。超リアルなホラガイ、めちゃめちゃリアルなホラガイ持ってる、うん、横から見えるチビエいいですね、うんうんうん、あのズボンの部分こうなってるんだと、はい、履いているのかしらもはやっていうぐらいの綺麗な足してますね。あとやっぱ修行ですから滝行されてるんですかね、真ん中の、はい、滝行ですね。これはいつこの絵が出てくるんだっていうこの水圧で潰れないお団子はめちゃくちゃ強い、ね、そうですね、めちゃめちゃ強いですね、うん、清められている感じがすごいしますね。髪の色すごい綺麗ですよね、はい、これ、うんうん、あの山伏ちゃんも、はい、ではじゃあ先に見つめるの方から、はい、見ていただきたいと思います。はい、じゃあこちらもね、下から行きましょうかね、はい、うわー、
ちょっと足元見ていくとね、この部分つながってるかと思いきやここで大きく分かれてる、はいはい、ブーツなのかなって、うんうんうん、あるところがあって、ね、この履いてるか履いていないかわからないこのズボンですか、はい、袴ですか、うん、これはあのカンナちゃんとぜひ仲良くなってほしいな確かにそうカンナちゃんもねこういう感じなんで ねめちゃめちゃ仲良くなってほしいなって思うところと、ホラガイがリアルですね、うん、お胸元とね、はい、綺麗なお着物が見えてまいりまして、うん、本当に近くで見てもどういう作りなのかどういう作りになって、作りになって本当気になる部分ですね、はい、待ってこれはもうあれですよね、揺れたらずれるんじゃないかっていうものがあるので、うん、つまり、はい、ジャイロの出番です ね、これはね揺らしてみるしかない、揺らしてみたいと思います、はい、ではでは行きますよ、行きます、うん、うん、拙者の胸をご覧に、主殿にどのようなお考えが、いやそんな悪い考えはないんですよちょっとあのねあの、うんうん、そうですね、あのしっかりしてます、みつるぎちゃんのお衣装しっかり戦うんでねと私も個人的にお手手もすごく好きです、うんうん、すっごく可愛いこのお手手、何故拙者の顔をご覧に、それも可愛いからです可愛いからですね、お団子めちゃめちゃ可愛いですね、この子も髪色がすっごく綺麗で、いざ咲き誇ら、吹いてる、はい、マキオラのステージにやってきました、タイプは新属性で強撃タイプになります、お強撃タイプ、はい、なので、うんうん、2連撃、おお重い、かっこいい、あ、はい、回してるのかっこいいですね、う強撃なのでダウンしてても当たるっていうですね、うんうんうん、はい、で、得意技がホラガイを吹くっていう、得意技ホラガイを吹くなので吹きます、逃がさない、はい、本当にホラガイの音が鳴ってると思うんですけど、ボーボーボーって、はい、でこれで土属性の、うんうん、あ土属性、はい、攻撃に弱くなるっていうところがあって、ほうほう、はい、なので本当だ、逃がさない、はい、こんな感じになってます、衝撃波で吹っ飛んでいる、はい、で土属性でが弱くなるのに対して、うんうん、特殊行動が画面をタップすると爆撃をするっていうので、これ攻撃判定もして、さらに自分の攻撃力もアップする、え、すごい、はい、修行は高めている形になります、身を高めている、はい、で、まあ、攻撃力アップは重ね掛けはできないんですけど、まあ、やるたびに効果時間がリセットされるっていう形になってます、なのでこれで土属性弱体化をかけて自分の攻撃力を当てた後に扇とかをすると一番ダメージが、はい、なるほど、食らわせられるっていう形になっているので、このあたりもぜひこの後内藤さんにプレイして試してもらいたいと思います、はい、あ、わかりました、はい、はい、では遊ばせていただきます、はい、あ、やだやだ、もう最初からもうすぐ来るじゃん、でも楽しい、疾風だからすぐ攻撃してくれる、これはね通常タイプなんで、通常か、ごめんなさい、すいません、攻撃早いんですけど、攻撃早いけど、そう、でもそれぐらい早く感じますね、気持ちいい、あ、やばい、ごめんなさいあ、連打楽しい、めちゃめちゃ連打できますよはい、連打すれば特殊コードが出ます、特殊コードが出た、あ、来た、あ、で、奥義、はい、使っていいですか、奥義が、うちの家族にはこんな感じの全画面で、おー、じゃの目のバリアが張られます、これなんで1回だけ敵の攻撃を完全にガードしてくれるってやつで、してくれました、はい、しかも山伏ちゃんにも防御のマークがついてるので、1回ここで変わってもらってもいいですか、はい、はい、あ、ついてるついてる、はい、なんで1回だけこれも食らってもダメージがゼロになります、えー嬉しい、あ、そう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 、こういうのこういうのめっちゃ嬉しいんですよ、山伏ちゃんは逃がさない、気持ちいい、はい、そう、もう、もうすごい嫌だ、すごい嫌だ、山口さんも奥義がめっちゃかっこいいので、あ、じゃあ見たい、はい、見ます、修行の成果は一戦のもと、山の中を攻めてて、え、こんな感じの全画面攻撃になってます、かっこいい、山の中駆け抜けた、はい、めちゃめちゃかっこよかった、なんであとは自由に、まああとはあれですね、タップすると滝行をしてくれる、そうだった、あ、外れた、滝行、あ、よしよし、返すにも使える滝行、そうなんですよ、寄ってきた敵がこのレベル帯だとみんな死んでいくぐらいの攻撃力はあります、あ、終わってしまった、
主殿のご指示があればこそ。最後、そうですね、勝利ポーズの滝行になってます。はい、どうでしたか。いやすごく楽しかったですね、はい、あの組み合わせて使うってところもまた、うんうんうん、あのね、国広ちゃん同士で上がるってところもすごく楽しかったですし、これちょっと映ってないかもしれないんですけど、編成すると、はい、あの2人が並ぶんですよ。あのそこで身長差があってね、すっごく可愛かったんです、はい、山虫ちゃんが大きくって加藤ちゃんがちっちゃくって、うんうんうん、これもぜひ隊長さんに両方をゲットして並べていただきたい、はいはい、この2人もいつもの通り映像を準備してもらってるので、うん、はい、これから、はい、改めて見てみたいと思います。はい、雨雨ピッちゃん、主はどこかな。は、主、おかえりなさい。雨が降りそうだったからお迎えに来たよ。うちが守るから。拙僧などまだまだ道半ば。どうかご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げまする。いざ咲き誇らん。一戦のもと、じりと消えよ。と逃がさぬ。とと修行の成果を一戦のもと、じりと消えよ。主殿のご指示があればこそ。はい、では続いてはこちらになります。はい、はい、厳島の友成、金木長光、乱れ光兼のアラビアンナイト衣装をゲットできるイベント、総統特務遠い異国の物語が5月下旬より開催予定になります。はい、ということでイベントに先駆けてこの3振りの衣装を見ていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。でまずは最初はこちらですね。はい、はい、厳島の友成ちゃんになってます。いやー、またもう全然違って、通常とは、はい、びっくりしちゃいました。そうですね、ガラリと変わって、はい、厳島ちゃんって赤のイメージがすごかったね、うんうん、これも、はい、ブルー、結構しかも深いブルーブルーで、すごくミステリアスな
感じになっているんですけれども、はい、そのベールの奥に隠された笑顔っていうところもまたとっても魅力的で、あとアラビアナイトだからですか、はい、装飾品がすごいゴージャスですよね。そうですね、ゴールドの、そうそう、ゴールドの部分がとってもあのかっこよくって、はい、でもいかついデザインかと思いきやな、はい、なんかお目目みたいな、うんうんうん、あの部分もあったりして、はい、あと綺麗なやっぱゴールドからの綺麗なあのブルーの宝石というか、うんうんうん、はい、あの色もとっても映えていて、うん、すごく魔力が伝わってくるような、そうですね、剣だけど魔力が伝わってくるようなデザインなどもとってもいいですよね、はい、あと本を読んでいるっていうところもなんかちょっと知的な、うん、そうですね、まあ、イメージもね、これが本なのか魔術書なのかはあれですけど、はいはい、そういったところも厳島ちゃんっぽくてすごく可愛いなと思いますね、はい、うん、はい、かんなぎりまめちゃん、かんな、はい、かんなちゃん、かなちゃん、もうお腹がね、そうですね、もうすまっ先に目がいきますよね、うん、すごく書き込まれている、はい、お腹ちょっとぽっこりしてるっていうところも可愛いですよね、うん、かなちゃんのイメージね、ちょっとやっぱりあの黒とかね、あの小豆色っていうか、うんうん、部分があったんですよ。すごいアラビアの衣装になるとカラフルになりまして、そうですね、うん、明るい色もすごく可愛いんだなって言った、うん、あと足元のね、愛よ、可愛い、裸足の愛よ、めちゃめちゃ可愛いですね、はい、でゴールドのね、あのバングルっていうか足のね、うんうんうん、飾りもつけたりして、腰回りにもゴールドがありまして、はい、あの刀にもね、あのついてますね、はい、宝石がついてるんで、はい、この顔で行くぞ主なんか言われてね、うん、一緒にもう財宝を取りに行きたいなって、そうですね、長月を退治しに行くっていうよりはね、そうです、財宝を取りに行こうぜっていうような感じで、はい、ちょっとカンナちゃんと一緒に出撃っていうか、はい、冒険に繰り出したいなというような衣装で、はい、すごくワクワクしますね、はい、そして3振り目がこちらになります、はい、乱れ見つかねちゃん、乱れ見つかねちゃん、もう相当乱れてますね、これはね、そうですね、これはもう露出がすごい、露出がすごいですよ、あれ通常衣装どうだったっけと思うぐらいのお衣装で、はい、ね、普段モノトーンのお衣装着てますけれども ね、この色のお衣装、うん、なんでしょうね、淡いブルーの、そうそう、ブルーなのかね、太鼓図、太鼓図グリーンなのか、うん、からないです、透けてる部分がすごく綺麗ですよね、はい、黄色との相性もすごく良くて、うんうんうん、めちゃめちゃ爽やかで、はい、お衣装のキラキラみたいな模様っていうのが、はい、もう踊ってるだけでもうキラキラが舞ってるんじゃないかなってぐらいの演出をしてくれそうな部分もとっても、可愛いなっていうのとね、あと履いてるか履いてない問題の部分もちょっと大丈夫なのかなってちょっと、ね、思っちゃうんですけど、うん、はい、やっぱ透けてる部分がね、ゲットしたら、はい、そうですね、見つめるでしていただきたいと思います、はい、でここまでは、はい、先月の生放送ザンヌマの方で紹介していた衣装になるんですけど、うんうん、ここからが、はい、初出しの情報になります。初出しだ、はい、5月の特別バージョンがもちろんありまして、うん、はい、特別バージョンはこちらになります。あ、はい、厳島のともなりちゃんの特別バージョン、厳島のともなりちゃん、おめでとう、はい、術っていうのがついてますね、術、まあ、もうまた全然違いますね、そうですね、魔力アップしてますね、はい、めちゃめちゃ、ちびキャラちゃんの方も、何ですかあの大きい絨毯、はい、めちゃめちゃちっちゃく見えるぐらい大きい絨毯がありまして、うん、あそこの絨毯、しかももみじの柄がついているんですよ、はい、あの通常のね、厳島ちゃんにもついてるもみじがここに、ね、はい、ここに出てきて、ここに出てきてる、いや、めちゃめちゃ熱いな、爽やかなのかと思いつつ、やっぱり紫だったりとか、うん、ね、あの暗い色も入っているので、うんうん、またさらにですね、あの魔力感がより高まっているようなお衣装なのと、はい、後ろのひだっていうか、うんうん、マントの部分にもなんか月みたい、そうですね、三日月のようなマークが入ってるっていうところ、ちょっと夜がイメージすることができて魅惑的ですし、はい、頭のね、あのまた装飾品もパワーアップしていて、はい、ね、もうちょっと第三の目のようなものもね開眼されておりまして、はい、これは一体どういう風に動いてどういった攻撃をしていくのかはもうすっごく楽しみですね、はい、そうなんですけど、これ、うん、ただいま絶賛制作中になります。あ、制作中か、ので、はい、イベント開始までお待ちいただければと思います。わかりました、楽しみにしてます、はい、そして今月も可愛いキャラソンがありまして、はい、それを聞いていただいて次のコーナーに移りたいと思います。はい、はい、ということで曲振りの方お願いします。はい、わかりました。
千と一夜をかけて語られた物語アラビアンナイト、三剣の物語は千夜一夜じゃ収まりきらないエキゾチックで賑やかな夜話をお楽しみください。厳島の友成、神奈切長光、乱れ光兼で万夜奥夜の三剣ナイトです。どうぞ。この話続きがまだまだあってな、今に伝わる三剣夜話を今夜はとことん語りましょう。いかがだったでしょうか。うわー、こんな感じだと思わなかったです。本当ですか。てっきり、はい、あのやっぱりあのアラビアのエキゾチックな感じ、うんうん、ゆったりとした眠りに落ちそうな、はい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 、神秘的な感じなのかなと思ったら、もうこんなに盛り上がったわしょわしょみたいな感じと、でもしっかりアラビアなのが、はい、そうですね、合わさっていたので、はい、うんうんうん、まあこれ実は3月のチャイナドレスと、うん、あ、はい、なんかともすれば似たような系統になるから、どっちをどうずらすというか、なんか変えるかみたいなところを迷ったんですけど、まああのメンバーの構成を見て、ちょっとチャイナドレスは大人っぽい感じにして、そうですね、はい、で5月のアラビアンナイトはまあわちゃわちゃした楽しい感じにしようみたいな感じで、こう2曲合わせて考えてみたいな、それぞれなんか天下百景の楽曲っぽく仕上がってたりするので、はい、そうですね、うん、すごく楽しかったです、はい、すごいもう毎晩毎晩もう相当楽しい話がかしてくれるんじゃないかなみたいな、三剣ちゃんたちが、まあそうですね、アラビアンナイトがこう千夜一夜って、うんうん、まあ、千日かけて語られた話なんですけど、うんうん、まあ、千日って言って3年弱じゃないですか、三剣、うんうん、ちゃんだとそれの300年弱の話とかが聞けたりするので、うん、全然収まりきらないっていうようなところからのお話になってるって感じですね。確かに、はいはい、この新しいキャラクターソング万夜奥夜の三剣ナイトは5月下旬より各配信サイトにて配信予定になっております。はい、はい、ぜひダウンロードしてフルでもお楽しみください。お願いします。はい、ということでここからはお知らせコーナーになります。はい、はい、まずはこちらですね。はい、はい、改めて本日ご紹介した加藤邦弘、山伏邦弘が活躍する新イベント、三剣エピソード水辺より来たるが5月13日より開催になります。はい、はい、2人の活躍をぜひお楽しみください。お願いします。はい、そしてこちらですね。はい、こちらも改めまして、厳島の友成、神奈切長光、乱れ光兼のアラビアンナイトの衣装をゲットできるイベント、総統特務遠い異国の物語が5月の下旬より開催予定になってます。はい、はい、サンフリのアラビアンナイトの衣装と特別バージョンの厳島の友成ちゃん、そして新曲の万夜奥夜の三剣ナイトをぜひチェックしてください。お願いします。はい、その他にもですね、ゲームではお宝争奪大作戦や魔が月制圧大先生も開催中になってます。こちらの方もぜひ遊んでみてください。はい、原作天下百剣を連載している電撃ジーズマガジン最新の6月号が好評発売中です。はい、はい、照英というか現物がこちらにありますね。はい、これですね、はい、こちらです。はい、こちらではですね、新たな三剣熊の三所権現長光を掲載しています。はい、彼女のパーソナルデータや関連ある三剣たちを紹介しているので要チェックになります。公式イラストレーターによる書き下ろしイラスト天下百剣には八文字長義が登場しています。お、はい、ほろ酔いで手弱をしてくれる八文字
日長儀、うん、桜の下で2人だけの空間をぜひ楽しんでください。あら、まあ、他にもみつるぎたちの会話劇が覗き見できるコーナー、花の女子会アットマーク明治館、うんうん、公式イラストレーター竹忍先生による可愛い書き下ろしチビイラストと一コマ漫画が楽しめる天下百軒譜にも連載中になります。うん、でここからはグッズの紹介ですね。はい、はい、電撃ジーズマガジンの表紙を飾った上泉正宗、うんうん、桑名号郷義満が豪華絢爛なデザインの B2 タペストリーになりました。おー、はい、現在電撃屋にて予約受付中です。はい、はい、三振りの力強くそして凛々しい表情に心奪われること間違いなし、うんうん、部屋に飾るだけで幸せを呼び込んでくれそうなこちらのアイテムをぜひ手に入れてくださいね。わ、はい、価格は税込み3300円で、予約締め切りは5月28日までなのでお早めにご予約ください。はい、でコミック紹介になります。はい、はい、三影爆先生によるちょっぴりエッチな津田越前の神助弘とそぼろ助弘を中心に描いた天下百軒記なんですけど、はい、絶賛発売中の電撃魔王6月号にて最終回を迎えました。はい、なんだって。そうなんです、最終回はですね、つーちゃんがある修行のために明治館を飛び出してしまって最後までドタバタなみつるぎたちの面白いエロギャグコミックギになっていますのでぜひお楽しみということで、はい、こちらのですね単行本の3巻の方も6月に発売予定になりますので、うんうん、はい、ぜひ情報をチェックしていただければと思います。はい、はい、ということで番組も終了の時間が迫ってまいりましたが、いかがでしたでしょうか。はい、もう今回はね、はい、三影爆先生から始まり、うん、そうですね、漫画のお話、はい、三影爆先生で終わるっていう、うん、三影爆先生特集なんじゃないかってそうです、ね、はい、思うぐらいの回だったんですけど、うんうんうん、そのイベントも明日から始まるっていうことですごく楽しみにしつつもね、はい、その後アラビアンナイトが控えてますから、ね、控えてますから、はい、私今回触れなかったんで、あ、そうですよね、そうだね、はい、特別に福島ちゃんも私も楽しみにしながら待っていたいなって、はい、思います。よろしくお願いします。はい、はい、まあ、あと毎日無料の10連ガチャであったりとか、そう、はい、ツイッターでの4周年イラストの公開はまだまだ続きますので、そうなんですよね、はい、こちらもぜひお楽しみにしてください。わかりました、まだまだありがとうございます。はい、というわけで今回はここまでになります。はい、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。